ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は商船三井の水素を自動で作る船についてお話ししていきたいと思います。昨今地球温暖化が騒がれるようになり、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて日本を含む世界各国で脱炭素の動きが広がっています。電気自動車や水素燃料電池自動車、水素エンジン車、太陽光発電、風力発電、バイオマス、アンモニアなどエネルギーに関わる様々な産業で環境型ビジネスというものが生まれてきています。そんな中、商船三井が新たなるプロジェクトを始動することになりました。それは風力と水素という次世代環境における注目分野の2つを掛け合わせたゼロエミッション事業、その名もウィンドハンタープロジェクトと言います。そしてこの度商船三井はこのプロジェクトの実証実験を見事成功させました。この船が実用化されれば、大型船が自動で海に出て海で水素を作って自動で戻ってきて私たちに水素を届けてくれるんです。もはやすごすぎて意味がわかりません。今回はこのウィンドハンタープロジェクトについてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話などをお届けしています。日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。順を追って説明していくために、まずは2020年の動きからご説明していきたいと思います。商船三井は2020年11月に様々な企業と協力して風力と水素を活用したゼロエミッション事業ウィンドハンタープロジェクトを始動し、その第1回会合を開催しました。ウィンドハンタープロジェクトとは、海の上を吹く洋上風のエネルギーを利用する帆の技術と、この風エネルギーで作った水素による安定エネルギー活用技術を組み合わせた究極のゼロエミッション事業であり、その開発が脱炭素社会、水素社会の実現に向けた一歩となることを目指しているということです。洋上風エネルギーを利用する帆の技術として、商船三井はとあるプロジェクトに取り組んでいます。その名前はウィンドチャレンジャープロジェクト。ウィンドハンタープロジェクトはこの帆の技術のウィンドチャレンジャープロジェクトに加えて、搬送中に水中の発電タービンを用いて発電することで、電気による水電解により生産した水素と水素キャリアや燃料電池を組み合わせることにより、風が弱い時の推進力を補って船の定時運航を目指す活用や、水素キャリアで貯蔵した水素を陸上での消費向けに供給する活用を検討しているもので、いずれも温室効果ガスを一切排出しないゼロエミッション事業の実現を目指しているんです。プロジェクトの最初のステージではセーリングヨットを用いたコンセプト実証の実験を行いました。セーリングヨットとは、帆で風を受けてその動力で海上を進むヨットのことです。そして2021年12月9日に佐世保にてヨットウィンズ丸による実証実験に成功したんです。実験では狙い通り強風時には風力で航行して、それと同時に風力を使用して水中タービンで発電し、水素を船内生産貯蔵することができました。また弱風時は貯蔵した水素を使用して燃料電池で発電することでプロペラで推進しました。商船三井は11月24日よりこの時まで計5回の試験航行を実施していて、1海洋風による発電、2水素生産、3水素貯蔵、貯蔵水素を使用した燃料電池による発電、5電動プロペラによる推進という一連のサイクルを成功させてきているんです。これ以降の予定としては、さらに各種機器の実性能特性や船自体の効率などの検証を行っていくことで、航行データの蓄積と解析を重ね、最初の実証実験を終了し、続いて2024年までに長さ60メートルの帆船にて実証を行い、その次のステージとしては2030年までに大型ゼロエミッション輸送船の開発建造を目標にしているんです。商船三井は環境ビジョン 2.0 において2030年に持続可能なネット GHG ゼロエミッション外交船を創出することを目標の一つにしていまして、国際海運のバリューチェーンにおける温室効果ガス抑制を目指しているわけなんですが、その本
気度が伺える動きですよね。そして2022年11月に商船三井は公式 YouTube チャンネルにてウィンドハンタープロジェクト風力と水素を活用したゼロエミッション事業と題した動画を公開しました。この動画では現在開発している特異な姿の船の概要を明らかにしているわけなんですが、見てください、これものすごい船じゃありませんか。こんなの見たことないですよね。正直私めちゃくちゃ驚きました。商船三井は10月に船首に航翼帆と呼ばれる風力推進装置を取り付けた石炭輸送船の運航を開始しましたが、ウィンドハンターは最大高さ53メートルにもなるこの航翼帆を甲板になんと10機も取り付けているんです。小学生が考えた最強の船みたいなデザインです。こんなのが現実で作られる日が来るなんて。この船は水素生産船ということで、商船三井は動く水素生産プラントと称しています。先ほどもお伝えした通り、推進力に風力と水素を活用することで環境汚染物質を排出しない運航を行うだけでなく、船内で海水と風力エネルギーを活用して水素を生み出し陸上へ供給することが可能となっています。ここで生み出した水素とトルエンを化学反応させ水素キャリアと呼ばれる水素ガスを扱いやすい物質に変換したものの一つであるメチルシクロヘキサンを作り、船内のタンクに貯蔵し、その貯蔵量が一定値を超えると陸上への荷上げ準備が始まるということです。しかもこの一連の流れは全て自動で行われるそうです。もちろん人が乗り込むことも可能なんですが、要は無人航行も視野に入れているといいます。船は自動航行モードとなり、現位置から寄港地までの風の状況を踏まえた最適な航路を割り出しながら、現在開発を進めている風を知るセンサーをもとに風の状況を見ながら探しに行くようになるといいます。風力と推進プロペラとのハイブリッド推進で航行し、途中で風が弱まると航翼帆を自動で下げて格納されていた推進プロペラが起動するという仕組みで、この動力はメチルシクロヘキサンから分離した水素を活用した燃料電池によるエネルギーなんですね。そして港に近づくと推進プロペラが作動して複数のドローンが船内から飛び立ちます。するとドローンがロープを岸につないで着岸し、メチルシクロヘキサンを荷上げします。そして空になった船内のタンクにトルエンを補給して、再び風の強いエリアへとメチルシクロヘキサンの充填時間を予測しながら出航します。これが船の一連の運用というわけですね。すごい時代が迫ってきていますね。商船三井は商用ではない小型の水素生産船は2025年以降に建造を計画しているということです。さすがに楽しみすぎます。本当にすごいです。資源に乏しい日本にとって水素社会の実現はこれからの発展に不可欠なものとなります。川崎重工の活炭水素もそうですが、このようなやり方で国内生産できるというのは未来に向けてかなり希望が持てるニュースですね。この話は本当に素晴らしいものですので、今後も追いかけていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。この動画の感想や扱ってほしいテーマがあればコメント欄までお願いします。ここまで見ていただけた方は、最後まで見てやってわかるようにチャンネル登録高評価をいただけると私泣いて喜びます。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。